れた日系人のブライアン・タナンカさんがもしかしたら、暴露本を書くのではないかということを書いてる、ちょっと読んでみたいと思うんですが、ガラメこの人ね、まあ、そういった本書かない方がいいと思いますけどね。じゃあ次です。のぞきにある特急です。今連日話題の14歳将棋の藤井聡太四段をはじめですね、卓球界サッカー界と10代の活躍が目立ちます。実は今他のさまざまな分野でも史上最年少を記録するスーパーキッズが続々と誕生しています。今日はその才能の秘密をのぞき見しちゃいます。岡山県のサーキット場を疾走するレーシングカーを操っていたのは、あれ、子供ですね。まだあの子の芸能を見せる11歳の野田樹潤さん。小学6年生ながらその運転技術がヘアピンカーブを華麗に回り、時速240キロに達するマシンを見事に操る。まだ可能性があるな。そういう意味で出てこうさとかも普通に好きだから、その速さは怖くない。実はジュさん、スポンサーと最年少でプロ契約を結び、先月レースデビューを果たしたスーパーキッズなのだ。今、ジュさんだけでなく、あらゆる分野で最年少記録した写真を覗き見。まずは月曜日、放課後はやっぱり練習ですね。2時間みっちりサーキットを走り込んで技術を磨くそうですよ。走った後もすごく真剣な眼差し。今日直線向かい風だから、だから、うん、向かい風だから風がバーッと直線で当たってるから伸びないんだよ。マシンのそのコントロール能力、抜く抜かないって競い合いになった時の判断の